オラスティの戦いは、南北戦争中の開戦から3年にならんとする1864年2月20日、フロリダ州、ベーカー軍で起きた戦闘である。南北戦争の中で、フロリダ州では、最大の戦闘となった。ジョセフ・フィネガン准将、南軍1864年2月、サウスカロライナ州ヒルトンヘッドにいた、北軍南部方面軍指揮官クインシー・エーギルモアが、 フロリダ州への遠征を行い、北軍の飛び地を確保し、南軍の補給路を分断し、また、黒人兵を重保するよう命令した。トルーマン・シーモア淳将が、この遠征隊を指揮し、フロリダ州ジャックソンビルで部隊を上陸させた。そこは1862年3月に、すでに北軍が占領していた。シーモアの部隊は、その後、フロリダ州北東部や、 北中部に何度か襲撃を行った。これらの襲撃の間にはほとんど抵抗を受けず、南軍の宿営地を数箇所占領し、南軍の小さな部隊や大砲を捕獲し、奴隷を解放するなどの成果を上げた。しかしシーモアはギルモアから、フロリダ州の奥深く侵攻しないよう命令を受けていた。ヒルトンヘッドでシーモアが準備していたので、 サウスカロライナ州の重要な港湾と市チャールストンにいた南軍の色相の気をもませていた。南軍の PGT ボーリガード将軍はシーモアの標的がフロリダであることを正しく推測し、この北軍の行動が南軍に十分な脅威を与えたので、フロリダの防衛部隊を勇気づけ、シーモアの動きを止めるために、ジョージア人のアルフレッド・ H ・コルキット准将のもとに援軍を派遣した。 コルキットは、ジョセフ・フィネガン巡将の指揮するフロリダ部隊を補強するために、間に合う時点で到着した。コルキットの部隊が到着し始めると、シーモアはギルモアに知らせないままに、フロリダ州北部を横切って、到達可能な標的として、タラハシーの占領に向かい始めた。オラスティの戦い南軍北軍シーモアは、フロリダアトランティックガルフセントラル鉄道をたどり、五千五百名を、 聞いて、レイクシティの方向に進んだ。2月20日午後2時半ごろ、北軍は、オラスティ駅近くで残壕に入っている、フィネガン将軍の南軍5000名に接近した。フィネガンは、不評旅団を送って、シーモアの全英隊を迎え撃たせ、南軍の残壕戦まで呼びき寄せようとしたが、この作戦は不守備に終わった。両軍は、オーシャン池で退治し、戦闘が始まった。 シーモアは以前に容易に改装させたことがあった、フロリダの民兵隊と再度対戦しているという思い込みがあり、その部隊をバラバラに戦闘に突入させた。フィネガンもシーモアもその午後の間に戦闘部隊を補強し合い、戦闘は明けた松林の中で続いた。北軍が攻撃したが、ライフル銃と大砲の激しい銃砲撃を浴びててひどく撃退された。 戦闘は午後の間激しく続いたが、フィネガンが最後の予備隊を出した時に北軍の戦線が破れ退却を始めた。フィネガンは北軍の撤退につけ込まず、逃亡した北軍の大半はジャクソンビルまで交代できた。しかし、南軍は真夜中になる直前にシーモアの後衛に対して最後の戦闘を試みたが、マサチューセッツ第54志願不評連隊と、 北軍有色人、第35連隊の一部部隊によって撃退された。これらの部隊はどれもアフリカ系アメリカ人兵士で構成されていた。南軍の騎兵隊指揮官は退却する北軍を追跡しなかったことで批判された。オラスティの戦いの生存者、1912年10月23日、戦場記念碑の除幕式で北軍の損失は、戦死203名。 負傷祥1152名、捕虜、不明506名、合計1861名となり、損失率は34%となった。南軍の損失は、戦九93名、八百847名、捕虜、不明6名、合計946名となり、損失率は約19%だった。北軍は、大砲6門と馬39頭を露獲された。 北軍の参戦した兵士数に対する損失の比率は、この戦争で2番目に高いものとなった。両軍の参戦した兵士は、この戦争の東部と西部の戦線での大きな戦闘に参戦したベテランだったが、その多くはこれほど激しい戦闘に参加したことはなかったと文書や日誌に記していた。南軍の戦死者は、近くのレークシティにあるオークローン墓地に埋葬された。 北軍が敗北したことで北部の当局は軍事的に重要ではないフロリダ州にこれ以上関わる必要性について疑問が出てきた。北軍の負傷し捕まえられたアフリカ系アメリカ人兵士を南軍病が殺したという証拠が南軍の美貌録や文書の中に見られる。2月22日朝北軍がまだジャクソンビルに撤退を続けている時に マサチューセッツ第54連隊が10マイル駅まで戻るよう命じられた。負傷した北軍兵を運ぶ列車の機関車が壊れて、その負傷兵が捕まえられる危険性にあった。マサチューセッツ第54連隊が到着すると、兵士は機関車と客車に綱をつけて人力で列車を引いて約3マイル離れたキャンプフィネガンに向かった。 そのキャンプでは列車を引くことを助けられる馬が確保、できた。その後は列車を人と馬が引いてジャクソンビルまで合計10マイルを進んだ。それだけ進むために42時間を要した。南部では、この戦闘は士気を上げる圧勝だと見られた。あるジョージア州の新聞は、北軍兵について南部のほとんど荒野の40マイルを勝照魚や自立に怯え、 恐ろしくのだ打ち回りながら歩いたと報道していた。今日の戦場跡は、フロリダ州立公園体系の一部として、オラスティ戦場歴史州立公園として記念されている。この公園は、アメリカ国道95号線沿いのオセオラ国立の森の中にある。実際の戦場跡は、州立公園、国有林の一部、アメリカ国道95号線より、南側の私有地で構成されている。 毎年戦場後で戦闘の再現が行われている。近くにあるレイクシティでは1976年から毎年別の行事としてオラスティ戦闘祭を開催している。戦闘から150周年となった2014年2月15日、オラスティの戦いの再現毎年2月のプレジデンツディの週末、国内から、さらには国外からも多くの再現者が 公園に集まって、オラスキの戦いを再現している。出演者は、木曜日から集まり始めて備える。金曜日は、投稿日だが、数多い生徒がその日を過ごすために集まり、1860年代のアメリカ合衆国における戦争と生活について、デモンストレーションを見学し、様々な面を議論する、歴史家の発言に傾聴する。大衆は金曜日、土曜日。 日曜日の行事に招かれ、キャンプを訪れ、デモンストレーションを見学し、歴史家と交流し、多くの商人のテントで、南北戦争当時の商品を購入し、それぞれの日の戦闘に参加する。金曜日から日曜日の公演内では、現代の様々な食品が供されている。オラスティの戦いの再現は4つの組織が公演している。すなわち、 オラスティ戦場アトレ騎士州立公園市民支援組織、フロリダ州環境保護省、レクリエーション、公園部、アメリカ合衆国林野町オセオラ国立の森、およびブルーグレーアーミー、インク、である。この記事の上部に掲げる、石板側、1894年に、クルツ・アリソン社が印刷した、北軍有色人、第8連隊の兵士が、 南軍の残豪に向けて前進する様子を描いている。この絵は、オラスティの戦いに関する記事でたびたび使われているが、作成者が、この戦闘についてほとんど知識がなかったので、不正確である。この戦闘の時の南軍は前もって準備していた、陣地から前に出ており、両軍ともに、その防御工作物から出ずに戦ったわけではなかった。戦闘は、松林市で起こったのであり、 大きく開けた土地はあまりなかった。上に掲げる地図の赤い点線が南軍の残豪線である。ありがとうございます。